トッププレイヤーたちによる夢の対決、ダーツライブ TV マッチ。新たなる対決はダーツ界の頂点、ザ・パワー・フィル・テイラー。ハードダーツの世界大会で数多の優勝経験を持つ生ける伝説。What's the secret of being a world champion? Dedication. Dedication and preparation. That's what it's all about. 迎え撃つは、日本で活躍するトッププレイヤーたち。今までにない衝撃のドリームマッチ。フィル・テイラー VS ジャパン in ダーツライブ TV マッチ。ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパン2014ステージ6優勝。日本屈指の人気プレイヤーが世界最強と対決。江口雄司。僕が初めてそういう海外の選手のまあ世界チャンピオンというものを映像で見て、あ、同じ舞台で投げたいなと初めて思った人ですね、はい、だからこう、まあ、大きな目標というか、うん、いずれ同じ舞台で投げたいなっていう方ですね。そうですね、こう一方的にやられたりするのも嫌なんでなるべくこう先手必勝でこう逃げ切ってやろうかなと思いますフィル・テイラー VS ジャパン in ダーツライブ TV マッチ、マッチ6、ゲームオン。
Thank you.
だいぶ接戦を演じた感じになりましたけども、いや本当に、まあ、ミスはしないだろうなっていう感じでずっと僕も構えてたんですけど、僕の方が先にミスをしてしまったので、やっぱこういう結果になっちゃったのかな。本当は勝つ気だったんですけどね、すいませんいやありがとうございます。じゃあ寺選手聞いてみたいと思いますが、勝つ気だったという強気のコメントをいただきまして、もちろん接戦をね演じたわけでございましたけど、試合終わって今回の勝因というのを伺えればと思うんですが、I know you did. He's, I've got to keep saying this. Very, very good players. Very good players. One mistake in this, and you lose. No mistakes. ありがとうございました。両選手に大きな拍手お願いいたします。ネクストマッチ。